で我々はあの予言を通してですね海外選挙に行く時にいろいろな出来事に巻き込まれるという予告があってですねそれを通して世の終わりが近いことを知らせるということをね神様に言っておられたんですが、えー、っとちょうどトルコを経由したチームの時にトルコのクーデターに巻き込まれちゃったんですね。で空港がその中心になりまして空港付近で200数十名の方々が 殺されましたで我々は空港に閉じ込められてしまった状況になってですねそしてその時にですね、えー、とメンバーの一人一人が死を覚悟するような、えー、そういうような段階ですねでそれがね解決した時に空港の飛行機のダイヤが大幅に狂っていましたので,す、ね、で人々も殺到していたのですね 日本の、ね、領事館の人たちから言われたんですね、えー、飛行機の切符はしばらく取れないとだからトルコ国内のね、えー、そのホテルに行ってですね23日、えー、いてそして取りに来てほしいとこういうふうに言われたんですねそれでちょっと祈ったんですねそしたら祈ったらですねいやそのままここにいろ 押せって言われたんですねそれで断ったそうしたら日本の領事館すごく強引なんですが押してくるんですねそしてですね日本の外務省からも電話がかかってきただから早くあの空港から出て、えー、数日間ホテルに行ってそれから落ち着いたところでや,やらないと取れないとこう言ったんですねしかしねこのままいろっていう押せっていうことだったので,ですね そのままいてね、押してた。そしたら、何かね、チケットのところが開かれたんですが、もうたくさんの人たちが集まっちゃったから、取れるどころじゃなかった。んです、空港側はね、もうこんだけたくさんの人が集まっちゃ取れないから、帰れる人は帰ってくださいって言った時に半分以上が帰った。残った人たちがいるんだけど、その残った人たちもたくさんいてですね、その一番後ろになっちゃった我々えー、そしてですね、 これじゃね、いくらと待っても取れないなとは思いましたが、神様がいらっしゃるから。で、我々はね、期待してたのですね。それで結構ね、チームの人たちはですね、えー、期待が大きくなってね、こう言い始めたんですね。全く不可能な状況と。この切符は全く取れないと、えー。そろそろ神の働くところ、時だって。いや、みんな言い始めたんですよ <laughs>。 そそろそろ神の奇跡が起こる頃だと <laughs> そう言ってたんですね。で、そうしましたらねどうなったのかというとですねなんか職員の人が来て我々一番後ろの方並んでたんですが私たちだけねこっち来なさいって言ったんです。こっち来なさいって言って何するのかと思ったらですね誰もいないところに連れて行かれてそこのカウンターに並ばされてですねチケット出すからって言う それで我々はですね好きな席をね取ってですねあっという間にね行けるようになっちゃったでその日の夜出発するということでですね主を崇めました主を叩たいた時にですね我々にくっついてきていたノンクリちゃんたちもねある方は涙を流してたって言っておりましたねそして飛行機でですね帰れるという奇跡が起こったんですね 奇跡が起こって帰る時にですね我々が飛行機に、まあ、一番最初の頃乗ったの一番最初の飛行機に乗ったんですがそしたら領事館の人もいっぱい乗ってきて「ええー!」とか「やめろ」って「取れない」とか何か言ったんじゃないかなと思ったんですがそしたら領事館の人がねあの我々に言ってくださったんですね判断が良かったとまあそれは主の判断だからいいに決まってますよね そこでね、奇跡が起こったんですね。感謝したいと。こういうふうに思います。